そうでも。よし。これで良くなったか。これで良くなったか。どうも。ひな祭りポーズって何？ひな祭りポーズとは何だ？どんなポーズだ？そういえば考えたことなかったな。そこの音がいい、真ん中に音がいい。え、もしかして低気圧来てる今？来てないか。うん。キャー。キヤキヤ。キヤ。今日は来たね。オンライン話し会がありましたね。もう残すところ10枚目シングルの話し会もあと2回、リアル1回、オンライン1回で終わりか。3月20と23で終わり。キャーとはね、ストハネ結構してるけどまだ掴めてない、ストハネのやり方に。これだって言うのかわからない。次のリアル幕張が春コーデ、春コーデで、でオンラインの最後がもう全体的にラストだから、まだ服装は決まってないけどなんか着ようかなと思います。春コーデ、ふふ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 、そうだから今日でね、冬コーデは多分終わり、多分終わりです。今日はそう、なんかもしかして最後かなと思って冬っぽいのが、だけこれ今日にした。どうも。そう、これ短いん。なんかね、このムキムキ可愛くない？可愛さを見せたいんだけど、うっ、限界うっ、限界が来る。なんでこんなに見えないんだろう。顔が見えんかった。え、肩見えた？逆にめっちゃ見える。よし。そっち見てたんだし、私はこれを見せたかったんですけどね。この冬みたいなやつの可愛さを見せたかった。ケープみたいな、
そう、キープみたいになってんの。私の予想とは皆さんやっぱ違いますね。皆さんじゃないか皆さんじゃないか勝手に皆さんにしちゃった。ポッケ、あ、確かにポッケがついてるね。そう、かわいい。このスカートもね、なんかそう一目惚れで、あ、そう、店員さんと決めて買いました。なんかね、これピンクもあったんだよね、確かピンクとかもあったけど、なんかそう、この暗めの色にした。確かにこのポケットな使ってないけど結構入るよ。携帯入れる、携帯入れます。これなんかロケに、ロケ向きです。ロケ向き。あ、そうだよ、広島これはそう、一番最新機種の大きさでも入れるぐらいの大きさ。ここにマイクも入れれそうちょっと職業病。マイクね、なんか引っ掛けたりするんよ。それがここに入れたら大丈夫そう。ちょっとね、お菓子も入るよ。嬉しい。確かに風が入ったら、ふむ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 。かわいいです。よかったです、着れてよかったな。楽しいですね、おしゃれは。でも次3月20の春コーデも、春、まあそっか、春か、桜は咲いてるのかな。咲き頃ぐらいかな。もう暖かいか。楽しみ、楽しみ。うん、3月下旬ぐらい。私シークレット、シークレットコーデとか言って昨日思いついたけど、こんばんは。そう、おお、話し会の空き時間はよく皆さんご飯食べに行ったりしてますよ。幕張メッセの近くは何かあったかな。結構ある、ないかなある。
やや遠く駅まで戻れば。なんか私もな、結構遠、ちょっと歩いたらまああったかなって記憶はある。いっぱいお店とレストランあるんだって。そうね、そう、会場ね、なんかベンチ座るとこがなくて、多分やけんね、なんかどっか座るのとかいいかも。うん、外は結構ある。あ、そうか、私このひな、おひな様、おひな様の似合わんかも。そう、あと2回や。早いな、早いな。え、この後そういえば昨日前髪切ったんだよね。前髪切るの上手くなった？私ちょっとごまかしてるとこはあるかもしれん。もしかして上手くなったか。そう、自分できっと。はっ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 は。うまいです。わかりませんよ、わからんと思う。だって、うん、昨日公演があってなんか長っと思って来たん。そう、ここら辺はちょっと長めに。自分で着てるようになったよ。うん、成長しました。私も自分で着れるまでになりました。そう、ももちゃんが切ってくれてたけど、ももちゃんに切ってもらう私なんなんて感じだけどね。なんなんピエン。最終活動日決まったらなんかやっぱ急に来るね。しかもこう本人がまたこういう楽しみましょうっていうか、最後までみたいなの見たら、あーってなる。実感湧いてきてしまった。2日連続ね。1年後そうなんよね、急に来たなって感じ。
そう、まだね、発表されるまではまだいつか決まってないからでもう決まってしまったからな。確かに感情ごちゃ混ぜですね、この期間。そうね、発表して3年はいてくれ。3年？発表して3年おったらもうわからんくなりそうよね。心の準備できる？どう？逆に整理つかんくなる。できるかしら。確かに。そうだね。そうだね。いや、喉が。ちょっと喉ガラガラ。そうなんよ。しかも多分あのイヤホンしとるけん普段よりも声が大きくなって、結構それでガラガラが。ガラガラでござる。え、花粉症じゃないよ。花粉症じゃないよ。最後だった？やったー、ありがとう。認めたらダメらしいから。だって家族にいないから。花粉症の人だから違うよ。急に来ないよ。急に、しかも真ん中っ子だから。まだ私が一番上の兄弟の一番上ならまだわかるよ。真ん中っ子だから。え、なんか花粉症遺伝みたいな。真ん中っ子だからな。まあ、猫アレルギー。お兄やんが猫アレルギー。でも猫めっちゃ好きよ。え、遺伝じゃないの？関係ないの？え、なんですって？なんですって？
犬アレルギーもあるの？認めよう認めようってやったらちょっとなんかおもろいな。そうそう、アレルギーの検査したいってずっと言っとるけどずっと言ってないなあ。あー、カニね。そう、いとこ親戚がエビとかカニが大好きだったけど、もう食べれんくなった、アレルギーになって食べれんくなった。エビだ、多分親戚がエビだけど、私エビはおるかも。うんうん、だからその時、そう、私めっちゃ、確かその時の夜ご飯がエビフライやったんよ。でもエビが大好きなのにエビフライが食べれないみたいな、って思ってた。私エビフライ好きだから。エビ NG でカニ OK とかもある。あ、そうなんだ。エビとカニ違うんよ。だってエビフライはお子様ランチの王道よね。オムライスとエビフライとタコさんウインナーとなんだっけ、ゼリー、あ、ハンバーグ、ポテトとか、うん、結構人気よ。そう、旗がなんか、お弁当に必ずエビフライ入ってた。かわいい必ず入ってたん。高尾さんはラーメンアレルギーかな。いや違います違います、ラーメンアレルギーだったら食べません、こんなに大変です、そんなそんなん大変です。そうそうそう、ラーメンアレルギー嫌だな、そんなアレルギー嫌だ。アレルギー、うん、ないと思うんだけどな。でも結構パンとか結構食べたらちょっと肌荒れしてくるかもなって、最近なんかそうなのかなって思ってきた。まだ分からんけど、小麦ってパンと何があるっけ。あ、グルテンとかもありそう。え、ラーメンも、え、うどんも、え、パスタも、え、麺類、私麺類大好きだった。私麺類ごめん、じゃあ違いました。麺類めっちゃ食べてます。じゃあ違うわ、パンだけ、グルテンじゃ麺類だって、私プロフィールの好きな食べ物に麺類って書いてあるから、そんぐらい好きだから。そう、なんだ、グルテンかな。じゃお好み焼きもたこ焼きも小麦、私小麦大好きや。
好きやないか。豚キムチ、豚キムチも小麦じゃん。小麦かな。そうだけど最近、そう、なんだろう、そういえばパン食べてないなって気づいて、そう、多分ちょっと実験してみようかな。1週間パンを食べ続けてどうなるか。でも好きなんよ、パン。パン屋さんで働いてたし。そうよ、インスタすごすぎた。ありがとう。すごすぎすごすぎた。あ、そうだ、クロワッサン。パン美味しいよね。塩パンが好き。塩パン。働くまではチョココロネが一番好きだったんだけど、働き出してからは塩パンが好きになった。トリュフパン、あ、一回食べたことある。めっちゃ美味しい。トリュフ塩パンみたい。あ、明太フランスも好き。食パンも好き。あ、カレーパンも好き。そうだよ、そう、そう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 。バイトしだしてから塩パン、そう、塩パンのなんか最初意味がわからんくて最初意味がわからんかったん。パンに、なんだろう、塩をまぶしてるパン、なんだみたいなみたいな。これ、なんだろう、なんかどんな味、なんだろう、なんか普通の、そう、パンの味かなって思った。あのオーソドックスの普通のパンの味なのかなって思ってて。と思って食べたら全然違った。めっちゃ美味しくてびっくり。って感じでした。懐かしや。そう、美味しいよ。だから結局は今話してみたけど、じゃあちょっと違うかも。じゃあちょっと違うかもしれない。地引き、すごっ。
小麦じゃない、小麦ではあります。なんだろうな。じゃあ何？寝不足。寝不足だ。原因が寝不足。はい。それです。寝不足が原因だ。はい。だからちゃんと寝ましょうね。パンの話。なんでパン？パンはとりあえずそう美味しい、美味しいよねって話。でもね、分からん。食べ過ぎたら肌荒れしそう。結論。サンドイッチはちょっとパンの中の枠組みに入ってない、私の中で。サンドイッチはサンドイッチかな。だってパン食べますか、食べたい、パンいりますかって言われて、いりますって言ってサンドイッチ出てきたらびっくりするかも。あ、サンドイッチか。ハンバーガーも違うね。パンどうぞって言われて、ありがとうございますって言って、ハンバーガー。おお、パンだ。パンはパンでもみたいな。パンはパンでも。そうそうそう。確かにって。そうだけど。納得してくれた？そう、惣菜パンね。そうそう、惣菜パンって言われたら確かにちょっと幅広がるかも。ホットドッグでもいける。ソーセージパン、ピザでもいける。ピザあるよね、パン屋さん。そうなのよな。パン屋さん。ドーナツ、ドーナツはドーナツかな。でもドーナツも売ってあるよね。パン屋さんってすごい。いろんなものがちょっとずつ売ってある。ドーナツ屋さん、その中のドーナツはドーナツ屋さんがあって、ピザはピザ屋さんがあって、なんかすごいな。
新商品の試食したことある一回。でもちょっと味覚えてない。何を試食したかも覚えてない。うん、どう思うみたいな。これからの新商品にしようと思うんだけどみたいな。多分美味しかった。そう、私結構基本的に何でも美味しいって思うんです。基本的に、うん、食べず嫌いはあるけど、そう、ちょっと参考にならんかもしれん。あ、食わず嫌いか。食べず嫌い、食わず嫌いか。ねえ、食わず嫌いしてきて、なんか、いや、もっと食べ先に、ん？もっと早く食べとけばよかったってものありますか？私はさっき言った塩パンはそうかも。え、ウニ？私ウニね、ちょっとまだわからんな。ウニちょっとまだわからん。海の味がしない。ウニとかサザエとかってね、結構同じグループよね。まあ牡蠣も食わず。いや、牡蠣はね、ね、焼き？鉄板焼きの牡蠣の野菜炒めみたいなのは食べました。なるほど、思った。牡蠣食べる、なんかもう本当になんか身近に本当にヤバくなった人が多すぎて、ヤバくならなかった人がいなくて、本当身近に。牡蠣が好きです、牡蠣が好きですってよく食べてますって言ってる人がもうほぼ本当ほぼ全員もう危なくなってて、あ、やっぱねっていつもなる。やっぱりみたいな。
でもそう、好きな人多いですよね。しかもヤバさが、ヤバさが本当に夜中にいざくなって、運ばれていくっていうヤバさの人が全員、みんなそのエピソード、そんなのやだと思って、そんなのやだ。いや、そうなのよ。運ばれていかなかった人、身近にいないかも。牡蠣が好きでいっぱい食べてて、みんな同じエピソード。でもまた食べてるってまでがセット。でもなぜか、なのになぜかまた食べに行くみたいなっていう話をするまでがセット。なんでだろうと。やめられんのよね。家族、家族はいないかな、どうだろう。みんな同じお店。そうだったらそのお店も怖いな。お店までは聞いてないな。大丈夫。お腹壊して運ばれて、でも食べたいものってやっぱすごいね。魔性の食べ物ですね。なるの1週間ぐらいかかった。1週間、1週間、それでもまだ食べたいんですよね。でも いや、そうなんだ。あらま、食べたいよね。ご飯ってほんと大事だよね。そっか、まあ、そっか、忘れ、そうだよね。何年間くらい経ったらもう、いやもう大丈夫やろって気持ちになっちゃうな。もう大丈夫やろ。あの頃の自分とは違うんだみたいな。あ、そうなんだ。体勢なさそうですよ。でも食べまくって、食べた分だけ当たる確率が高くなるみたいな。天ぷら、あ、牡蠣の天ぷら。いやね、当選確率上がるね。そんなそんなくじみたいに。あ、パネル予約してきました。ありがとうございます。わー、嬉しい。なんか写真展のパネル予約してくれた方、結構教えてくれる。嬉しい。なんかお話し会でもね、そう、予約してくれた方、
そう、いらっしゃって、衣装が3種類あったんですけど、結構黒の衣装のが人気かも。かっこいいさやん。わかる？そうなんだ。私はそう、やっぱこうアイドルっぽい可愛い系のが人気かなと思ったけど、私的には意外と黒が一番多かったかな。でもそっか、人々によりますね。人々による。でも嬉しいですね。編みタイツ、うん、確かに編みタイツ履いてる。めっちゃ糸みたいな、なんていうんだろう、そう、編み目が そうです。なんていうのか、なんていうのやら、全然なんか私タイツってちょっと防寒するのも込みでと思ってるんですけど、あの編みタイツは防寒とか全然関係なしってフ履いたことないし、これからもどうだろうみたいな。そうそうそう、そう、フショット乗せていきますね。雰囲気だけでも分かるように。どんな方がお会いしたいと言ってました。そうなんですか。あら、確かに結構そうなんよね、いろんな方が来てそうな雰囲気がありました。お店行ける機会、そう、確認してもらってます。こういろんな系統が、こうマーケット、なんだ、いろんな系統のマーケットの中の写真展だから、いろんなものが好きな方がこう訪れて気になってくれたらいいなって思った。そうだね、うん。あ、そうだ、インスタのプロフィール画像を変えました。うん、行ってみて。びっくりしないように。確かに雑貨好きな方は好きそう。
そう、ピンクのドレス着てるやつにしました。よろしく。オフショットたち、バスツアーの時のオフショット、これはオフショットだから、そう、これ以外の写真がなんか生写真になるって、だからオフショットもらいました。今までね、そう、あの選抜シングルが出た時のなんだろう、アーティスト写真というかにしていたんですよね。でもなんか結構印象がクールになっちゃうんで、可愛い系にしたいなと思って、これになった。生写真になる。うん、そう、これじゃないよ、このオフショットのじゃないけど、ちゃんとあるみたいです。料理対決、そうそう、あ、そう、これちゃんと、あの、なんていうんだ、ちゃんと撮ったやつなんだけど、アザーカットかって言った方がいい、ね、やばくてみそう、アザーカットだ。なんか、そう、バスツアーの時ちゃんと、あの、ちゃんとしたカメラマンさんがあの一緒に帯同してくれて撮ったんですよね。そう、ちゃんとしたあのプロの、あの、いつもアーシャを撮ってくださっているカメラマンさん、馴染みのある、あのね、高崎彩子のあのグッズも全部そう撮ってくれたこと、あの生写真、私服の衣装の、すごい大好評グッズのね、びっくり。ちゃんとしたやつ嬉しい。いろんなとこで撮ったよね。全然皆さんにあの遅れてないけど、なんかまとった出し惜しみしてるけどプロのカメラマンさんなんですよ。結構出し惜しみにしてるやつ結構ある。そう、それがね、それは消えてなかったです。なんかこうアルバムずっと見てて、でこのメディアタイプって書いてあるとこにセルフィーって書いてあったんですよ。だからこのセルフィーって何と思って
調べたら自撮りらしくて、何も分からずに、自撮りはをなんかこう勝手にこう種類分けしてるフォルダかと思ったんですよ。だからあこれいいやと思って全部消してでしかもこの削除、最近削除した項目みたいなやつからまた復元できるやつがあるんですけど、そこもなんかもういらないと思ってこうやってめっちゃブー選択していって削除って削除しちゃって、よしこれで軽くなるかなーみたいな思ってたら、ん？ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、これ待ってフォルダじゃないかこれ、あれあれちょっと待ってよ、確認して押したらってなって、私はなんてこと、私はなんてことをしたんだって、ってなって、だから昔のやつは消しちゃった、最近のは消えてないと思う、多分時々めっちゃ前に戻らずに途中からもう途中からでいいかみたいな感じで消していたとこもあるけど、時に調べたんよ、削除した画像は復元できるのか、でももう無理だった、調べてもなんかこれはできない、全部の項目が違う、よしできないなってでもそうだからこのドレスのやつとか最近のとかは残ってる、かろうじて。でもセルフィー消してからめっちゃ見やすくなった、くっきり見えるようになった、わかりやすくなった。なんか前までフォルダがごちゃごちゃしとったんよ、いろんな画像が、とりあえずなんか自撮りをするのよ私、最近のは無事です。今はそう自撮りがなくなってたどりばっかになってる今だから見やすい、この方法もいいなと思ったけど、自撮りはねそうメールによく送ってんだよね、たどりは SNS って感じがする、
んかそう、もう使った写真も、写真たち使わんかった写真も、過去のやつってなんかまたいつか使うかもなって思ったら消せんのよね。そうなんや。そう、昔の、そうなんや、時々言われる。時々なんか昔の写真、そう送ってくださいみたいなのあるんですよね。取材とかでもあるし、なんかの企画とか、うん、英語しよう。振り返りとかしたくなるとき、I work every day. 私は、あれ？あ、毎日働きます。ピコン。大丈夫？この方。ピコンって言ったけど、今ピコンって言ったけど、いや、どうなんやろ。I work in the city every day. 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 何シティ？ I work in the city every day. Every city? I work in the city every day. I work in the city every day.エブリーシティ？ I work in the city every day. 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 I work and city.I work in the city every day. I work in the city every day. In the city. Every day. I work in the city every day. I work every day. Yes, I work every day. ピコンじゃないのよ。I walk every day and you? Nice to meet you. か I also walk every day. 何これ、どっちなのこれ。
どっちでもどっちも合ってるじゃん。毎日毎日働きます。あなたはよろしくお願いします。これは I always work every day。 I cook every day。 I cook。 I cook every day。 次はこの方すごいな。毎日料理も仕事もしてるの。毎日料理します。偉、yes, すぎ。 I cook every day。 Yes, I cook every day。 I cook every day and you。I also cook every day。 何でも一緒やね。私も毎日読みます、読書します。Yes, I also read every day。I also I also read every day。 Read every day。 I read in the library and you。 I also read in the library。 全部同調。 いやどんどんもうダメやね、こんな全部に突っ込んでいったら。 I read every day and you。 I also read every day。 よっしゃー、全問正解だぜ。こういうのに疑問を持っちゃダメ。こういう、そう、問題とドラマに疑問を持っちゃダメ。そう、ドラマもダメ。なんでそうなったとか思っちゃダメ。もっとこうすればいいのにみたい。ほらこうなったでしょ。ドラマは楽しませてもらってます。いつも見て。一人で見るときはそんな言わないけど、笑うだけ、あはははって。でもそう、お母やんと見とったらとか、こんなことなるとか、こんな展開なる。
見てる、ね、楽しませてもらってます。そうそうそう、お母やんはなんかサスペンスドラマとかあったら1話でもう犯人知ってる。そう、すごいやろ。しかも当たってる。しかもなんか本当はこういうこれはこうこうでみたいな。だからほんとはこういう感じ、真実はこうとか。確かにありえるな。すごい。私はあのこの前の去年のコナン君は結構序盤の方で分かった犯人。ドゥルンドゥ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 ルル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 ルあれれ、おかしいぞ今の行動、今の行動の意味は。でん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 ずっとここ持ってる。ずっとこのメガネのキア持ってる。私は気づいてました。今年も見に行くと思う。私は蘭姉ちゃんが好き。蘭姉ちゃん強すぎて、蘭姉ちゃんもだって確か2階の
窓からジャンプして車のあのボンネットでの上で悪者を退治してた。なんかそんな感じだった気がする。え、空手のプロってそうなの？しかも弾丸もひゅってきて。それはさすがに私も。ルルルルル。今のはいいですか？今のはいいですか？しかもなんか本当にあのもうそういう強い系の中の中のまた強い人みたいな、こういう人に君はもっと強くなれるって言われてて、え、さらにってさらに強くなれるのよ。さらに強くなれる、えって。どうなるの一体。気になります。え、でもランメイちゃん、うん、黒ずくめに勝てるんじゃない？もはや、いや、もしかしたら勝てるかも。もしかして。もしかしてから勝っちゃう。その可能性もあるよ。で、しかもなんかコナン君の考察でいつも博士が怪しいみたいな出てくるんですよ。だからいつも博士のこと見たら、この博士は本当は怪しいのかっていう目で見てしまい、でも優しいやめっちゃ。本当はどっちなんだって思いながら見てる。でもどう見ても優しいよね。だっていつもあの車の運転して助けてるし、こんなことするって、こんなに何回も助けるって思うけど、アガサっていうお酒がある。あ、そういうこと？うさー、それは伏線すぎん？え、ゲンタ？クルマクゲンタ？トラブルメーカーのふりをしたゲンタ？
光彦実は大人大人なの本当は。やばい、なんか怖くなってきた今私。どうしよう。誰なの？博士か。お酒があるんなら。確かに博士が黒幕って一番びっくりするからありえる。なんかちょっと怖くなってきたけんやめよう。よかったわ。多分博士は新一のおじいちゃんで、あれなんだっけ、本当はおじいちゃんだから本当は黒幕だけど、ちっちゃくなったコナンのことをほっとくれんだから、密かに近くで見守ってるんよ。本当はおじいちゃん それやん多分。そういうことや。それでもなんか怖い、ちょっと怖くなってきた。なんか怖くない話。もう怖くない話。今まで見た雲の形で一番記憶に残っている形ありますか？ドラゴン。そんな雲あるの？違うよ、空の雲。ラペタあったの？ラペタあったの？
ユーノス。え？レピュタあったんですか？竜の雲。わあ、こんなやつ、すご。見たいな。ラピュータ、ラピュータ、クモ、ありゃ、シーター。こんなクモあるの？すごっ。バルス、バルス。ジブリパーク行きたい。でもなんかジブリパークさ、なんだろう、いろんなこうチケットがあるのかな。チケットの種類がいろいろある。ジブリパーク大散歩券、5つ全てのエリアを回ることができるチケットです。なんかね、また新しいとこができたみたいな。なんかね、そう、予約制、2ヶ月前から予約開始。そうなんよね、当てずっぽうで入れるしかない。あ、魔女エリアなんだったかな。そう、なんかね、メリーゴーランドがすごかった。ヤックルとか、あのね、そう、あと狼とか、あと魔女が乗るあの黒い生き物が運んでる、魔女が乗ってる箱とか、新しくオープンしてすごかった。ジブリパーク、魔女の家、ハウルの城、沖のサツキとメイの家、地球屋。魔女の谷。あ、ジブリの大倉庫。青春の丘、どんどこ森、もののけの里、魔女の谷の5つのエリアがあります。
私巨人兵見たいんよね。もののけの里は、あ、たたり神のオブジェがある。おっこと主の滑り台え、気になる。たたらば、たたらばがある。五平餅もう体験できる。おっこと主の滑り台気になるな。たたり神オブジェ、うわこれか。わあ、めっちゃ見たい。触ったらダメだね。触ったらダメ。サツキとメイの家、隣のトトロの世界へ。子供たちだけが中に入れますよ。え、サツキとメイの家、どんどこどう。私、あ、ちっちゃいってことか。入れんかも、入れんかもね。ちっちゃいとね。耳を澄ませば地球や猫の事務所、あ、猫の恩返しのやつ。ジブリの大倉庫、あー、そういうことか。顔なしがおったりする。キキの部屋、グーチョキーパン屋、ハウルの城。すごい。あれりゃ、巨人兵どこだ。巨人兵は三鷹の方か。三鷹の森の方だ。そう、でもさ、なんかジブリ展がこう全国回ってるんですよね。で、広島に来るとき、来るのを願ってる。来てくれるかな。広島まだない。もう福岡も終わって、最近愛媛終わって、山口も終わったよね。岡山に来る。福岡あった、ありました。去年の夏ぐらいかな。なんだっけね、ジブリ展みたいな。今どこだ。今高知だ。で、次が新潟、東京、青森、岡山で終わってる。高知。
えん、いつだ、来ないのかな。あ、ジブリ展、もう一個のジブリ展が今神奈川で、次が岡山。アンドモアって書いてある。いろんなねジブリ展があるんよ。なんかジブリパークとジブリ展か、鈴木敏夫さんとジブリ展か、ここ2個ある。ネコバスに乗ってジブリパークがやってくる全国を巡回します。ネコバス乗りたい。でも東京の時とかすごそうだね。東京はあ、金曜ロードショーとジブリ展もあるね。いっぱいある。これは何が来るのかな。これか、一緒に見よう。はい、なんか詳しく書いてない。そう、いろいろあるっぽいんだよね。なんだか、シーンの再現。うん。誰か行きたいな。岡山だったら行けそう。美観地区も行きたいし。倉敷、うんうん、行けそう。誰か言ってくれるかな。
リール確かに最近リール全然投稿してない。本当に筋肉痛がやばい。とんでもない。筋肉痛とんでもないです。なんかね、足の付け根、足の付け根がすごく筋肉痛。足の付け根を使っていたんだな。そう、公園で筋肉痛。応援したらもう筋肉痛で、あ、そこをその筋肉を使ってたんだって思う。明日は一日の半分をお布団の中で過ごすかも。体幹はもうライブ中にもうすでに体幹は痛い。腹筋、知らず知らずのうちに腹筋使ってる。腹筋、このお腹の真ん中の中、真ん中の真ん中、いや、なんかお腹の真ん中の真ん中を動かさずにいろいろ動かすって結構ここの筋肉の軸を使ってるっていう。意外と。私の腹筋は写真集で見れます。あばら、いや、あばら、いや、別に何なんだろうね。でもちょっと力入れてるかも。そうそうそう、服がこうぶれないように中で止めて、真ん中で止めて腕だけめっちゃこうやって動かしてみたらわかるかも。筋トレ良さそう。あ、そうだ、キープか。キープわかる。しとったら
構痛くなる場所。そう、筋肉使うね。アイソレーション。アイソレーションは めっちゃ初期の頃ずっとやってた。やってたやってた。ちょっと披露するのは恥ずかしいですね。STU の曲は風を待つで結構出る。なんだろう、僕恋でしてたライバルなんだっけ、なんとかライバル、愛しきライバル、あ、めっちゃ愛それ使う。覚えやすかった振り。従順なスレイブは またアイソレーションのまた上のステージのレベルのダンスの振りって感じがする。私その頃全然できなくて頑張ってたけど難しかった。
懐かしいですね。僕こうやってる、私いるかな。でもまたやりたい、僕こういうの。初日、あ、初日はいないですね、全然。ノーウェイマン、ノーウェイマン、踊ったことはないけど、難しそう。踊ってみたいけど。でも私、そう、ネマハモルーマーの方が多分踊れない。ロックは難しい。私ロック結構習得するのに難しいな。ノーウェイマンってなんだっけ。動画を切るなんて、あれ終わった。あ、そうなんだ。サビなんだっけね、ノーウェイマン。サビ忘れた。野蛮な求愛、野蛮な求愛がダンスの先生が一番難しいって言うと。ね、なん、サビなんだっけ。ベイベー。おーわーい、おーわーい、これでノエマン。何度も何度も傷ついて、あ、誰もが諦める夢の雨の雨、朝からんでなえなえくるだろう、なえなえ、へへへへへ、ありえないことで危ない、何を信じればいいんだか、根拠なんか言えない、思い込みで構わない、誰かにすがってすがって、これや。踊れるかな。おおフフフ、踊れたらかっこいいよね。かっこいい曲踊りたい。
ちょく戻ってないかも。あ、無謀ね。確かにかっこいい。ネムハムルーマーはちょっと難しいか。あ、表面張力はなんかよく見てたから覚えやすい。自分がどうなるかわかんないもん。踊ってみて、また折れるか。追いつけるか。どっちかな。エスケープ。メイクノイズ踊ってみたい。なんかスタジオが昨日やってたしてね。見たかった。なんかさこちゃんがまたダンスが上手くなってて、私はびっくりしました。またパワーアップしてた。秘めたそう。また一段階上がった。成長はすごいですね。とどまることを知らん。あ、そっか、そうなのか。そうか。すごいな。
え、サヤもすごい。ありがとうございます。サヤすごい、サヤすごい。え、すごいのかな。私すごいのかな。そうかね。ありがとうございます。わかんない、自分ではわかんない。成長、成長した。うん。そう、やっぱさ、またハンバーグ作りたいんだよね、近いうちに。なんか、うん、そう、またハンバーグ食べたいなと思ってきて。手元が見えない料理配信。そう、食べたくなってきた。調味料も余っとるし。牛乳、あ、牛乳ね。牛乳あったらもっと美味しいか。そう、前回失敗したとこももう分かったから、多分また美味しくできる。そうなんや。眠い。眠い。
寝ます。あ、今日もまたこのまま沈んでいきそう。こたつの中に、こたつの中へと沈んでいきます。いや、ダメだね。ちゃんとお風呂に入りましょう。昨日は30分ぐらいは沈んでいきましたけど、なんとか頑張りました。30分は沈んでいきましたか。そうで、そう1時ぐらいにはもうね、髪を乾かしてたんですよ。なのに気づいたら2時になってた。で、2時半に寝た、多分。なんていうことでしょう。結局変わらんかった何があったんだろうね。なんということでしょうか。ぼーっとしてる。男女が変わったら読もうと。こと。ひら兄さん、大熊さん、ナナウさん、ナンバのひさとさん、マイセンタン、F 渋谷さん、ミツルンさん、コッペさん、タンタンさん、フジポンさん、キチネさん、メガバイトちゃん、台湾のコウさん、ホタテ様、マサさん、セイヤンさん、アオちゃん、ハヤリンゴさん、メミフィーさん、ユウスケさん、フレミングの左手の法則さん、猫のおかずさん、K さん、良平さん、ふみふみさん、YDO さん、ときわさん、ロックオンさん、ぼてさん、りょうさん、ウォピさん、これ、なんて読めんかね。くちさん、にんにんさん、ビーツさん、ありがとう。はあ。急に目がゴロゴロしてきた。
とうございました。はあ、ではさようなら、また会う日まで。眠いですね。グッドナイト。ないと。バイバーイ。バイバーイ。またねん。え、なんか髪長くなった。こんな髪長かった。え、こんな髪長かった。え、こんな髪長かったの。Mm-hmm.